滝沢秀明設立の、都米が直面する人材不足の課題とその対策とは、平野翔ら人気タレントが集結。国際的成功への道のり、ナンバーアンダーライン愛が挑む海外市場での戦略と課題。滝沢秀明氏が設立した新しい芸能事務所、都米は、その革新的な取り組みと才能あるアーティストたちで注目を浴びているが、 一方で人材難という問題にも直面している。2022年10月に旧ジャニーズ事務所を退所した滝沢氏が翌年3月に設立した、都米は、わずか数ヶ月で大きな成功を収めた。今年3月には、11から13歳の研修生5人からなる新グループ、ウィンクファーストが誕生し、 さらに3月14日から17日に開催された所属アーティストによる初の東京ドーム公演が4日間で22万人を動員するという驚異的な成果を上下たしかしこれらの成功にもかかわらず人材不足という課題は依然として解消されていない渡米には旧ジャニーズ事務所から多くの人気タレントが移籍してきているキングプリンスの元メンバーである平野翔。 神宮寺雄太、岸雄太の三人や、元 V6 の三宅健、元キスマイ FT2 の北山博光などが所属している。このため、都米は旧ジャニーズ事務所の勢力に脅威を与える存在となっている。しかし、急成長する芸能プロダクションのため、スタッフが不足しているのが現状だ。滝沢氏自身も SNS を通じてスタッフの募集を呼びかけたが、 思うように人材が集まらなかったという。特に、戸ベの一番の稼ぎ頭である、ナンバーアンダーラインアイでさえ、マネージャーが他のグループも掛け持ちしている状況だ。デビュー曲、g o ト t が全米チャートに入り、新曲、BON のミュージックビデオが3500万回以上再生されるなど、音楽活動は順調であるが、 今年の海外での主な活動は4月に米国で開催された「紅茶エラ2024」への出演にとどまっている国内での活躍が目立っている現状を見るとまずは国内でのファン層を固める戦略をとっているようだ実際に全米や世界で通用する日本人アーティストは少なく韓国のアーティストに圧倒的な差をつけられているしかし ナンバーアンダーライン愛の三人は全米をはじめ世界での活躍を目指しており、そのためにはしっかりとした戦略が必要だ。国内での人気を確立し、その後に海外進出を目指すことは一つの方法である。平野翔は司会業などでも新たなファンを獲得し、国内での支持を広げている。これにより、 海外進出も有利に進めることができるのではないかと期待されている。一方で、滝沢氏には芸能界における責任が問われている。彼は旧ジャニーズ事務所の取締役でもあり、様々な問題に対して説明責任があるとされている。しかし、滝沢氏は元タレントであり、もしも彼自身が被害者であった場合、そのことを公にすることは難しいかもしれない。 また、対処した他のタレントやスタッフも同様に責任を果たすべきだという意見もあるが、実際には多くの人々が沈黙を守っている。日本からアメリカに進出するためのルートが限られていることも問題だ。韓国は国を挙げてアーティストを支援し、ルートを作り上げているのに対し、日本は各アーティストや事務所が個別に動かなければならない状況だ。このため、 アーティストが海外で成功するためには、より一層の努力と運が必要とされる。滝沢氏の渡辺も同様に、まずは国内での基盤を固め、適切なタイミングで海外進出を目指すことが求められている。また、音楽業界全体としても、人材不足の問題は深刻だ。給与を増やしても人が集まらない企業も多く、渡米だけの問題ではない。 滝沢氏は完璧主義であり、その才能が多くの成功をもたらしているが、一方でスタッフにとっては厳しい環境となっている可能性もある。彼がリーダーシップを発揮し、柔軟な対応をすることで、より多くの人材を引きつけることができるのではないか。滝沢氏の渡米がどのように成長し、国際的な成功を収めるかは、今後の戦略と努力にかかっている。 彼らの音楽とパフォーマンスが世界で認められる日が来ることを期待しながら、国内外での活動に注目していきたい。日本のアーティストが国際的な舞台で活躍するためには、国内での支持を基盤にしながら、一歩ずつ確実に前進していくことが重要である。そして、ファンやメディアの支援も不可欠であり、日本の音楽業界全体が一丸となって、 アーティストの成功をサポートしていくことが求められている。また、国内外での成功を目指すアーティストたちにとって、文化の違いや市場のニーズを理解することも重要である。日本とアメリカ、アジア各国の音楽市場はそれぞれ異なる特徴を持ち、それぞれに合ったアプローチが必要だ。例えば、アメリカでは歌唱力が重視される一方で、 日本やアジアではビジュアルやキャラクターが重視されることが多いこのような違いを理解し適切な戦略を立てることが国際的な成功への鍵となるナンバーアンダーラインアイのメンバーは国内での活動を通じて確固たるファン層を築くことに成功している特に平野紫は司会業や CM 出演など多岐にわたる活動を行い 新たなファンを獲得しているこのような活動を通じて国内での人気を高めることが海外での成功につながる可能性が高い国内での支持を基盤にして海外市場に進出することでより多くのファンを獲得しやすくなるのださらに滝沢氏自身のリーダーシップとビジョンも重要な要素だ 彼は芸能界での豊富な経験と知識を持ち、それを活かして新しい才能を発掘し、育成する力がある。彼の完璧主義は、アーティストたちにとって厳しい環境を作る一方で、高い水準のパフォーマンスを引き出す力でもある。滝沢氏のリーダーシップの下で、都米がどのように成長し、国際的な成功を収めるかは、非常に興味深いテーマである。 一方で、アーティストたち自身も努力を惜しまず、常に自己改善を目指している。例えば、海外の音楽市場においては、英語力や異文化理解が求められることが多い。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、英語の歌詞を覚え、発音を練習し、海外のファンとのコミュニケーションを図る努力を続けている。このような努力が、 彼らの国際的な成功につながるのだ。また、現代の音楽業界では、SNS やストリーミングサービスの活用も重要な要素となっている。SNS を通じてファンとの距離を縮め、ストリーミングサービス